そう、まさかこんなに効果があるなんて思うわけがないよな。それでどうして惚れ決め薬が欲しいにつながるのよ。鷺の宮恵って知ってるだろ。告白しようと思うんだ。え、どうせ恵みに飲ませる方法なんて考えてないんでしょ。大出血サービスで恵みには私が飲ませておいてあげるわ。おはよう。鷺の宮さん、やっぱり高嶺の花だよな。せめて友達になりたいもんだよ。お？あいつうまく飲ませてくれたな。サンキュー。薬学同好会の部室まで来てよ。そうすればわかるから。待って、まったくミソったら。ここに来ればわかるって言ってたけど。ま、逆算してきなよ。お前そういうこと言うなよ。しょうがないわよ。一縷の望みだった惚れ決めもどうやらダメだったみたいだし。ダメ？初めに惚れた気持ちがあるとか関係なく影響が出ちゃってる感じなんだわ。これが鷺の宮さんは平気なんだな。平気よ、放っておけば抜けるから。そういうわけだから、ほらさっさと行きなさい。恵みはもう教室を出ちゃってるわよ。ほらさっさと行く。あの体調が悪いの？え、あ、ちょ、あの鷺の宮さん、向山君、ミサがここに来るように言ったから来たのだけれど、向山君はどうしてここに。その鷺の宮さん、めぐみさん、俺はあなたが好きだ。めぐみさんは俺のことどう思ってるの？私は、私のはじめくんへの思い、もうこんななのよ。猿じゃないんだからよくやるわ。諦めさせて傷ついたところをとか思ったんだけど、作詞作に溺れたわね、私としたことが。